バスデーバは、アーナカドゥンデビとも呼ばれる、インド神話の登場人物。アーナカドゥンデビの名は、彼が生まれた時、神々が叩いた太鼓の音が聞こえたことに由来する。ヤヤアーティの息子ヤドゥの子孫、ヤーダバ族の王、シューラとマーリーシャーの子。ヒデーバキーとローヒニーとの間にアーナンタの化身、バララーマとビシュヌ人の化身クリシュナを設けた。マトラーの王冠さは、バスデーバと、 デーバキーの子供によって殺されると予言されていたので、二人を投獄し、彼らから生まれる子供たちを次々と殺していった。こうして六人の子供が殺されたが、第七子のバララーマは、生まれる前にデーバキーの体内から、ローヒニーの体内に移された。この時、ローヒニーは何だの収めるゴークラにいて、バララーマを無事出産した。また、第八子クリシュナが生まれると、 バスデーバは、牢屋を抜け出して、ゴークラに行き、クリシュナを、ナンガの妻やショーダーの生まれたばかりの娘とすり替え、カンサにその娘を渡した。カンサは娘を、デーバキーのことをもって殺した。その娘は、ヨーガマーヤーメ神の決心であり、女神が現れて、お前を殺す者は別の場所に生まれていると痛めたので、カンサはこれまでの罪業を食いて、二人を解放したという。バスデーバは、 ヤーダバ族の王、シューラとマリーシャーとの間に生まれた。兄弟に、デーババーが、デーバシュラバス、アーナカ、サンジャヤ、シュアーマカ、カンカ、シャミカ、バトサカ、プルカ、姉妹に、プリター、シュルタデーバー、シュルタキールティ、シュルタシュラバー、ラージャニデビーがいる。プリターは、クンティー,ボージャに養子に出されたため、なお、クンティと改めた。また、イボ兄弟に、ナンダがいる。 両親と会うクリシュナとバララーマはスデーバの日に、デーバキー、バドラー、ローヒニー、マディラーがいる。また、デーバカの7人の娘シャーンキーデバー、ウパデバー、シュリデバー、デバラクシター、サハデバー、ドルタデバーと結婚した。さらにパウラビー、ロカナー、イラーという日が存在する。デーバキーとの間に6人の子供と、バララーマ、クリシュナ、スバドラーが生まれた。 しかしバララーマは、ヨーガの力によって、ローヒニーの体内に移されたとされる。また、ローヒニーとの間に、バラ、ガダ、サーラナ、ドゥルマダ、ビプラ、ドルバ、カルタなどが生まれた。ありがとうございます。